橋本聖奈の突撃クローズアップ記念すべき第1回の注目選手は背番号1勝利へ導く、熱き魂のストッパー山田元気選手です。よろしくお願いします。お願いします。このコーナーは山田選手にサッカーのことや、そしてプライベートのことなど、私橋本が気になることをどんどん聞いちゃおうというコーナーです。山田選手心の準備は大丈夫でしょうか？精一杯頑張りたいと思います。 もう第一回ということで、もうチームの推しの選手ということですからね。そう、捉えます。自分で。<laughs> よろしくお願いいたします。それでは、挨拶代わりに参ります。せいなの十の質問。<laughs> ありがとうございます。私が今から十、十個質問しますので、まる、はい、かばつかでお答えください。はい、よろしいでしょうか。では参ります。 質問 1, 1, 1自分の名前元気はとても気に入っているおお勢いよく丸あげていただきました親に感謝なるほど質問2小さい頃は野球選手になるのが夢だったあっ <laughs> <laughs> ありがとうございます質問3自分はチームのムードメーカーだあバツ質問4 これは誰にも負けないという特技がある特技 <laughs> <laughs> 迷って丸をあげますよね質問5ラーメンはブラックラーメンが一番好き <laughs> はっきりされてる質問6自分は晴れ男だ <laughs> おお、丸ですか質問7海のない岐阜県より海のある富山県が好きだ 究極の質問、はあ、質問8実は犬より猫が好きだ早い質問9将来は海外のチームでプレーしたいお罰なんですね質問10カターレ富山でプレーできて幸せだ食い気味で丸いただきました <laughs> 10個終わりましたがちょっと気になったのを質問していきたいんですけれども結構面白い質問していきますね <laughs> しか練りに練って十考えてまいりました。しね、まず元気山田元気さんという名前、はい、気に入ってらっしゃるということですが、気に入ってますね。うん、覚えてもらいやすいですし、あの単純なんで字自体も苗字もそこは覚えてもらいやすいかなと思ってます。うん、チームメイトさんからなんて呼ばれてるんですか？基本元気ですね。そこは特にひねるわけもなく。由来としてはやっぱり元気に。 そうですねあの小学校の時とか授業とかで親にこう名前の由来聞いてこようみたいなあるじゃないですか、はい、あれ気に入ったんですよお母さんに <laughs> 名前どういう由来なんって聞いたらそのまままでって言われました <laughs> もう元気に生きてほしい、はい、ということなんですねです素敵な名前だそして質問に野球選手になるのが夢だったっていうのは迷われてますけど、はい、夢というかあの 地元の少年団が野球もサッカーもあってたまたまサッカーの体験に早く行ったんですよ、うん、それでサッカーになりましたもう自分の気持ちが、はあ、迷ってはいた迷ってたのか、まあ、早く野球してたら野球になってたかもしれないですね、はあ、そこは分かんないですけど,どサッカーやってよかったなと思ってますなるほど自分はチームのムードメーカーはバをあげられましたがムードメーカーいっぱいいるんでそうなんですかここ 結構明るいキャラクターだなっていう風にプレー見てても感じるぐらいなんですけどどうなんですかねムードメーカーよりりもなななんかこう支えられる立場になりたいとはムードメーカーで大事な役割もあるんですけどそれこそ富山でいった翼だったりとかっていう選手がいる中でまあこうもう一個支えられるチームを支えていけるような選手になりたいなと思ってますね、うん。ゴールキーパーなんでやっぱ結構俯瞰して見ることが多いですか そうですねむしろそうやってちょっと見ようかなって思ったりあえてっていうのもありますね。今27歳ということで、はい、私実は同い年で 94, 94年生まれなんですけど<ら>よろししくお願いします, <laughs> すチームの中ではその立ち位置的にはどうなんですかまあ気持ちは若手の気持ちでずっとやってるんですけど年齢的にはやっぱり中堅の年齢になってきたんで、うん、こう中堅の役割っていうのは まあ、若手とベテランをつないだりするっていうのも大事だし、まあ、ベテランの域にも入ってくるんでプレーとか対その姿勢とかでやっぱ示していかなきゃいけないなっていうのもあるんでそこは、まあ、ちょっと求められることが若手の頃からは変わってきたかなって思います、ねうん、真面目な山田選手の面が <laughs> 見られました<やべ> <laughs> 真面目なバレル <laughs> <laughs> ーメンはお好きではないと。えっとちょっと叩かれるかもしれないんですけど。 富山に来てブラックラーメンまだ食べたことないです食べられてないんですかなんか塩辛いよって聞くんですよそうですね次の日むくんじゃうよちょっと顔パンパンになるの嫌やなって思って豚骨派なんで豚骨がお好きはい。まあ山口とかにもいたんでん<ー>あっちの豚骨は好きですねなるほどじゃあちょっとオフの前の日とかにラーメンを、はい、食べてみます <laughs> ぜひお願いします、はい、そして晴れ男 あんま意識したことないですねうん、うん、でも、夏、ここ最近、結構試合の日、雨なんで、うん、ちょっとどうかなと思いますね。でも一応、丸にしときました、雨男より晴れ男の方がいいかなと思って。正直、サッカー選手って、もう雨の時でも雷とか鳴らない限りもう全力でやらなきゃいけないじゃないですか、はい、モチベーションで変わるんですか正直嫌ですね、やっぱり雨、風は気になるところですかね。影響しますもんねプレーに、はい、でまあそこは 試合重ねるにつれて、あの乗り越えなきゃいけないと思ってるんで。うん、これからは全部晴れがいいですね。晴れにしましょう。はい、週末雨かもしれないけど。<laughs> そうです頑張ります。<laughs> そして岐阜県より富山県が好きだと聞いて。この質問はここですね。そうですよね。はい、どっちも好きの。のあれがないんで。うん。けど。富山も大好きですよ。もちろん過ごしやすいですし。けど、まあ、地元は。捨てれないですね。うん、車のナンバーも岐阜ナンバーなんで。 そのままなんですね地元愛も強いということです犬より猫が好きでもう食い気味で罰でしたがあ、ワンちゃんに引き飼ってるんではい、もう断然犬派ですね猫アレルギーがあるかもしれないですそうなんですね猫も可愛いんですけど可愛いんですけど猫もけど犬ですねそこは。最近飼い始められたんですか2歳になりました2人とも なんでで年前ですね 2> 2前このコロナも影響されてますかまあもともと嫁と一緒に話してほしいなって話はしたんでそこであの最初の子を迎え入れて半年たって兄弟っていう形でもういい一人をなんで、はい、へえう可愛くてしょうがないんじゃないですかかわいいっすね癒されますね、うん、家に帰るのが楽しみになりますやっぱり奥さんと 犬お二人、はい、お二匹、四人家族ですね、うん。奥さんの方がやっぱり大事でもある。いや、でも家族なんで、そこは、まあ、序列はつけないです。いい意味で。<laughs> <laughs> 奥さん最近ご結婚されたんですか。はい、一年と五ヶ月かな、経ちました。新婚さん。はい。ほやほやで。ほやほや、まあそれまででも一緒に暮らしたりしたんで、ん<ー>特に良くも悪くも変わるわけもなく、変わるわけなく。 <laughs> カか<ッ>と<ト笑>変わらず,わらずはいいい関係で結構支えててもらってますかそうですねあの一番はやっぱご飯の面が帰ってすぐ、あのー、疲れた時にあったかいご飯がバランスと考えておいてあるっていうのはすごいありがたいなっていうのがあって、まあ、あと帰って「お帰り」って言ってもらえる存在がいるのは自分の中で大きいですね疲れたその気持ちも 吹っ飛ぶというかありがたいなと思ってます私ですね私独身なので憧れですぜひこちらの世界で <laughs> 頑張ります <laughs> そして、えー、海外のチームではプレーしたいとは考えていないんですかうんなんかちょっと現実見ちゃうというかそこはまず日本で活躍しないとなっていうのがすごいあるんでまあ年齢的にも若手でこう ババリバリっっっててていう年齢でもなくなくきただからまあ結果を日本で結果を出さなきゃいけないなっていうのはやっぱし一番なんでそこはまあ現実を見てというか J1 でプレーがしたいっていうのが今の夢だり目標かなありますねじゃあまずは J2 復帰して、はい、そこから先 J1 でプレーをという形ですかね。はいはい、そしてカター富山でプレーできて幸せだということですが。はい 富富山山のの印印象象どうでですすかか、はいまあ、本当にアグレッシブにこうサッカーしていくっていうのが魅力だと思いますしそこでこうやっぱ最初はチームが変わってプレースタイルのあれもありましたけど、はい、でもやっ,ぱやっていく上でみんなサッカーにも一直線でこう真剣に取り組むしすごいいいチームだなってまたまりのあるチームだなっていうのはすごい思いますし。 すごいこう語りに来てよかったなっていうのは今思ってます。いや富山県民としてもとても嬉しいなと思います。ではもう十分かなり詳しくお話しいただいたんですがここからは改めて山田選手のプロフィールをご紹介します。山田選手は岐阜県出身の27歳、ポジションはゴールキーパーで背番号は1。FC ジーベックのジュニアジュニアユースから。 京都産が F. C. アンダー十八。京都産が F. C. そして、レノファ山口を経て。今年2月から1年のレンタル移籍で語れ富山で活躍されています。はい、ここからは。深掘りタイムということで、より詳しくお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは富山に移籍が決まった時。どう思われましたか。まあ、えっ、ー、と、自分の中で。 まあ去年、怪我で1年間試合に出れなくてやっぱりこう山口の在籍年数もちょっと長,が長くなってきてたんでちょっとこう自分の中で環境を変え,たい変えなきゃいけないなっていうのは正直思っててで、まあ、自分の中でカテコリを下げてでも自分を必要としてくれるチームに行きたいっていうのはずっと思ってたんでそこがこカタールに決まって自分を必要としてくれるっていうことがイコールオファーにつながって。 オファーを出していただいたっていうことは本当に感謝でしたし、まあ、いよいよ決まったかっていうのでこう、まあ、気持ち新たにというか、うん、強い気持ちでやっぱり覚悟を持っていかなきゃいけないなっていうのは思ってましたね。うん、5年間山口にいらっしゃったそうですねでもまあ思い入れが強い分こう、まあ、悪く言えばマンネリと言いますかやっぱりこう環境に甘えてしまうというか。 っていう部分もちょっと少なからずはあったので。そこをこうあえて。厳しい環境というか、新しく自分の入るところに身を置いて、もう一回こう。自分を奮い立たせなきゃいけないな。っていうのは正直思ってたので、そこはあの必要としてくれる場所を作ってくれてありがたかったですね。うん、元々富山の印象ってありましたか？富山県ですか？はい、県えっと実家が岐阜県なんでまあ、近いっちゃ。近い お寿司を食べに行く件以上って感じでした正直でもまあお寿司親とかに聞いたらやっぱお寿司は美味しいよっていうのは言ってくれましたのでそこはあの本当に来てみてお寿司美味しい <laughs> 改めて,お,てお魚の新鮮さをいやすごいですやっぱりあの九州とかよりも正直美味しいですこっちの方がうん、うん、ってい思いましたねお魚以外になんか来てみて富山の印象変わったなってところありますかででも過ごしやすいすい やっぱりまああのちっちゃいじゃないですか一応剣自体がコンパクトだからその分まとまってるというか生活に不便がないっていうのもあったんですけど天気が変わりすぎっていう難点風が強いあと湿気がえぐい湿気えぐいそこかもしれないですね一番ですよ何か苦労されたエピソードありますか寝れなないがりんでまあ ちょっと夏あのエアコン嫁にごめんちょっとゴリゴリ下げていいって言って嫁こうやって凍えながらやっぱ気候にはちょっと苦労されてるしましたね、うん、そこはそして小さい頃の山田選手っていうのはどんな少年でしたかうーん双子の兄がいるんで、まあ、兄と一緒にサッカーずっとやってて。 どうなるでも兄の方がリーダーシップはあったので僕は一歩引いてこう周りをカバーするぐらいの感じでしたサッカーチームではでお兄さんの姿を見てっていう感じはでも対等でしたね立場は対等っちゃ対等でしたけどまあ,あの兄がこうちょっと怒りっぽい感じだったんでその怒,怒られた仲間を兄が見てないとこで陰でこう大丈夫だぞっていう,う。 っていう勝手にでもまあまあ兄弟うだいとしてやっぱり、はい、今めっちゃ仲いい,もうめっちゃ仲い,いし本当に親友みたいな兄がいるんでそこはいい関係でサッカーと出会ったきっかけはじゃあやっぱりお兄さんと一緒にサッカークラブにはい一緒にまあ親としてもどっちかスポーツをやらせたかったみたいででもまあ結果サッカーの体験に行って楽しかったからっていうのは一番ですかね そこからゴールキーパーになったきっかけってあるんですか。うん、あんま覚えてなくて気づいたらキーパーやってたみたいな感じなんですけど、まあ身長が大きかったっていうのがあって、そこは一理由なんじゃないかなっていうのは思ってます。んなんかフィールドで駆け回りたいなみたいなのは。しんどいです。走るの。<laughs> 走るの嫌い。でも、まあ、別のしんどさがあるんですね。キーパーは動きが違うんで、んやっぱ練習はきついし、けど。 持給走とか、あんま好きじゃないタイプなんで。だから、まあ、すごいなって思ってます。やっぱ、あの、そこはリスペクトですね。キーパー以外のポジションの人は、やっぱずっと走るじゃないですか。うん、そこは、あの、すごいなって、やっぱ。尊敬しながら、見てます。そして、背番号一を今。背負ってますけど。一、はい、って目立つじゃないですか。なんか、プレッシャーとか、ないですか。まあ、裏エピソードがあるとすると。もともとずっと三十三つけて,て。うん、山口から、京都の時からずっと三十三なんですけど。 まあ、富山で33空いてますか?」って電話したら鹿山がつけて「<laughs> ああこれは鹿山君か、まあ、その頃まだ知らないんで、はい、鹿山君つけてるんだったらちょっと無理かなと思って「一番が空いてるよ」っての言われて「じゃあ,あもうここでもあの自分自身にプレッシャーかけるためにも一番にお願いします」っていうのを「1」って結構ゴールキーパーの代表的な番号なんでまあそこに自分が追いつけるような存在になれればいいなっていう思いも込めて。 そうししてもらいましたねうんうん、うん、このカター富山の選手で、仲良いい選手っていうのは一番は大野洋平、さんやっぱり同い年なんで、ここまで気を許せる楽な同い年はいないなっていうのは、今、思ってます、えー、結構大事な存在かもしれないですねお二人はどんなお話するんですかえでも、まあ、サグラウンドはサッカーの話しますけど、一歩出たら、あんまりしないですね、サッカーの話。ん 逆に、たわいもないしょうもない話だったりとかまあ,あの、お互いカレーが好きだったりとかそういうのがあるんで2人でちょっとカレー開拓しようぜっつって勝手に富山カレー部みたいな活動しようぜみたいなんで <laughs>、えー、勝手に新しいこうカレー屋に行って2人でカツカレー食って帰るみたいなんかでも好みが合うんで2人が行った中でちょっと待ってしたのはでもゴーゴーカレーシンプルにゴーゴーカレーは。はい ドロドロ系が好きなんで2人とも美味しいよねって話し,しながらけどまあまああと館山の、まあ、これはでも西部さんとかから教えてもらったんですけど館山のコロポっていうスープカレー屋さ、うん、野菜はい、はい、無水の野菜カレーそすあすごい美味しいです、ね、美味しかったですじ、はあ、ゃあ富山市も離れていろんなところにあ行きますねはい全然富山のサポーターの印象ってありますかそうですね、まあ あのー、今年に入ってすごいこうちょっとずつですけど来場も増えてきて、まあ、声出しもね何年ぶりにやっぱあってすごい熱いなっていうのはありますしその、まあ、負けた試合とかでもやっぱやじとかも飛んでくるんですけどそれもやっぱり僕からしたらやっぱ愛だなっていうのは応援してるからこそ出るやじなんだなっていうのもありますしまあ、勝った時はね全員でこう あの喜び合えるっていうのはすごく。いいサポーターさんだなっていうのは思いますね。うん、最近その声出し、応援もその徐々に解除されて、はい、その応援の力も感じてらっしゃいますかい。かなりこれはやっぱりホームで10戦負けなしっていう。記録はそのホームに来てくれるサポーターの方々のパワーだと僕は思っているので、そこはあの本当にありがたいなと思ってます。その私も含めて富山県民の多くがやっぱり。 カターレが J2 に復帰してほしいと強く願っていると思うんですけれども山田選手の J2 復帰に向けた意気込みを色紙に書いていただきたいなと思いますお,お願いします。 サインも入れますかお願いしますよしちょっとカメラに見せていただいて、はい、失点しなければ負けないはい 度々言っってらっしゃいますよね、はい、<手>結構今年23回インタビューでも言わせてもらったんですけど僕が無失点に抑えればチームは絶対負けないっていうのは自分の中ですごく思ってて、まあ、ここ最近ずっと失点が続いてしまってるんですけどやっぱりこう無失点っていうのにこだわっていかないといけないなっていうのも思ってますしそれがやっぱりあの結果にもつながってきますし自分の存在価値にもつながってくると思うのでそこはあの突き詰めて。 無視点にこだわってやっていけたらいいなと思いますしそれが J2 昇格につながると思いますなかなかこれ言える言葉じゃないなって私は思うのですごい強い山田選手の思いっていうのを感じました、はい、最後に山田選手からサポーターの皆さんにメッセージお願いします、はいえー、と残りの試合も少なくなってきましたけど、えー、と僕たちの力だけじゃ、えー、J2 昇格っていう目標は叶いませんし えっと必ずサポーターの皆さんの力が必要になります。えっとこれからも、えー、僕たちと共に強い気持ちで戦ってください。応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。した試合頑張ってください。頑張ります。